すごい。あのね、ゴルフ場のすぐ横にあった。面白い。よいしょ、到着。今日はひたすらゆっくりする日です。到着しました。こんな感じで外側から見るとよくわかんない。今日泊まるのは、私がずっと来たいと思っていた瀬戸内青薙です。これは安藤さんが建設しているホテルなんですが、お高いホテルなので奮発しました。楽しみでしかない。はい、エレベーターを降りたらもう本当にワンフロアだけです。私は今日はね、4階の温泉付きのお部屋です。よいしょ。はい、もう履き替えたんですけども、もうね、すごい玄関スペースから広い。ちょっとおトイレかな、これ。わあ、めっちゃおトイレも、はあ、すごい綺麗。そしてもうね、ここからフロアなんですけど、ふわふわ、床が超ふわふわ、すごーい、こんな風になっております。で、こっち側がゴルフ場らしいです。ちょっと雲が出てきたんですけど、さっきまですっごい青空だったのでね、なおさら空間が広く感じる。すごいな、あそことあそこも窓なんだな。ベッド、ベッド、ベッド、わあ。いいな、ベッド、でかっ。そしてこんな風に机があります。百人一首ですって。百人一首はね、北海道と内地はねちょっと違うんですよね。北海道の百人一首って木の板で作られた百人一首で、先にね、上の句ではなくって下の句を先に読むんだっけ、なんだっけね。なので私はね、北海道の百人一首は得意だけど、普通の百人一首は不得意です。はい、でこっちが、まずはドリンク、これ全部インクルーシブなので飲むぜ。クラフトチョコレートと、あとはなんだこりゃ、ポン菓子みたいなやつ。あとね、この辺がすごくおしゃれだな。お家でもこんな感じで、あれ、これ私も持ってるのとは違うか、すごいこれ似てる、おしゃれ。こんな風にディスプレイするのもいいですね。こっちは、お、あ、これダイソンじゃない、うちも使ってるやつ、ダイソンだ。あとはすごいね、憧れ、こんなクローゼットが欲しい、ウォークインクローゼットです。はあ、
いいな。アメニティとかないのかな。あ、アメニティ類もありました。ちょっと今気づいたけど、ここにもトイレがあった。2個ある、すごい。この奥まった感じが楽しい。この中はなんだ、こういうのね、開けたくなる。あ、たくさん入ってます、タオルがね、ありがたい。そしてそして、私が一番楽しみにしていたのが、よいしょ、お風呂。すごいすごいすごい。こんな感じです。右側が寝湯で、左側が温泉です。あー、いいね。そう、ここ安藤さん、安藤忠雄さんが作った建築の建物なので、泊まりたいなって思ってたので、夢が叶いました。やった。眩しい。すごい。へえ、綺麗。うわ。うわ、すごい。ね。ああ、本当はここ入れるんだからね。だからね、だって、だってね。入りたかったな。声響く。あ、綺麗。この反射しているのが、わあ、すごい。そうそう、これこれ。ホームページとかさ、いろんなものでここを見てて、はあ、すごい、絶対行きたいなって思ってて、はあ、嬉しい。あ、ここまで行けるんだ。ちょっとガスっちゃってんな。向こうに瀬戸内海が見えるはず。プールすごいな。はい、私が来たいと思ってたこちら、安藤忠雄さんが建築家のね、ホテルです。青柳っていうホテルなんですが、このプールが本当に楽しみにしてきていたので嬉しい。瀬戸内海が見えるんです。今はね、残念ながらちょっとプールには入れないんですが、夏になったら入れるんですって。いいな、すごい幸せです。ラウンジ、あ、アートラウンジです。ほら、ああいうラウンアートとか、またどんな後なのかな、調べてなかった。シャンパンとか飲み物もついてますっておっしゃってたんですが、ジェンガが置いてる。へえ。あ、こっちもあるんだ、アートラウンジ。なんだろう、ベネッセのホテルも大好きだけど、ここも、あ、クリスタン・ボルタンスキー、私がすごい好きなアーティストの作品集。うわ、
そしてこれ安藤さん、へー、足の山さん、いろいろいらっしゃる、すごい。飲み物はこんな感じです。このホワイトティースパークリングが超気になる。美味しそう。レコードもかっこいい。すごい、ラウンジからの風景です。はあ、あれがお家だ。お家？お部屋だ。やっぱり安藤さんはこうコンクリートと水の組み合わせと緑の感じが大好きだな。まだ曇ってるか。残念。超ダッシュで行こう。何この映像。どうかな。あ、若干見えんじゃない。ちょっとわかんないか。はい、プールです。プールはなんかそんなに深くなさそうですね。で、あそこが本館かな。私が泊まってるのは別館でした。あ、空が青い、眩しい。すごい、わからないけどすごい。三脚が置いてあって、ご自由にお使いくださいとあったので、いろんな写真を撮りました。わお、素敵素敵。苔むしてる。一部はお寺から帰ってくるとだいたいここにいます。落ち着くんですか。今チュール食べたからね、美味しいね。一部一部、まあいつも通り見てくれん。あー、かわいい、お目目の色ですね。いい天気、イエーイ。なんだろう、最高すぎる。ちょっとラウンジで飲んじゃって酔っ払ってきた。はい、冷蔵庫に入ってもいたものを紹介します。ででーん、ザ・ストロングダンサン、瀬戸キュン、清見タンゴールかな。あとは瀬戸内レモンビター、ストロングダンサン。あとはすごい綺麗なブルーのコーラとお水ね。お水がこんなパックで入ってます。はあ、いいね。この空間を独り占めできるのが本当に幸せです。お風呂入ろう。チャパチャパしてて気持ちがいい。はあ、thank you.
ちがプールで、こっちがなんかサウナとかがあるって書いてたから、おこんな風になっています。どこがサウナ、あーこれがサウナかな。サウナはね、水着を着なくても、あーサウナだ、いい、最高、プール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 、すごい。ちなみにプールはですね貸し切りで1時間です。1時間私一人のものだ。でここはね、本当は1万1000円で貸し切りなんですが、私はね今ゴールド会員なので、9月までかな、ギリギリ無料で借りることができました。これからね水着もレンタルであるので、ゆっくりと遊ぼうかなって考えてます。ただ一人じゃちょっと怖いな。でお水があったりとか、あアメニティがあったりとか、タオルがあったりとか、水着です。水着は本当に、あ、こんなメンズ、キッズ、レディース、へえ、こんなにいろいろ種類があります。どうしよう。これかな。こんな感じで、これを借りようかな。迷う。かわいいな。はい、こんな風に着てみました。どうかな。ちょっとちっちゃいかもしれない。自前の水着も持ってきました。こっちの方が苦しくなくていいかもしれないです。ここ緑が見えたりとか、ジャグジーもある。そして奥にはおしゃれな椅子もあるよ。こんな感じでなんかバーもある。すごい。これです。空、空コーラ空色コーラ、めっちゃ綺麗。ウィーン、上がってる。自動で上がるから楽ちん。あれ？こっちだ。あ、違う。こっちだ。お、回しやす。これからコーヒー飲むんだ。自分で弾くのっていいよね。それでは青なぎさん、お世話になりました。とってもいいお宿でした。なんかね、1日7組限定なので、
あまり他の人とも出会わないし、あとは何と言ってもプールですね。プールすごく良かったチェムは置いてきぼりにされてすごい文句言ってるね。はい、じゃあこれからまた現実に戻ってお遍路をまた続けたいと思います。次回はというか次は54番かな、延命寺さんに向かいます。